次は桜木、桜木です。お客様にお願いです。車内は禁煙です。携帯電話の通話はご遠慮願います。混雑時の手荷物は膝の上か網棚にお乗せください。乗車マナーを守り快適な車内になりますようご協力お願いします。また駅の通路や踏切では警報器が鳴ったら渡らないでください。次の桜木の駅舎とプラットホームは旧国鉄二俣線開業当時のもので、最も早い昭和10年に開通した駅の一つで、国の登録有形文化財になっています。当時の駅名は東東見桜木でした。掛川の伝統工芸のくず麩を紹介します。くず麩は700年前の昔より伝えられています。山野に自生するくずの鶴を煮て繊維にし、手で紡ぎ織り上げると麻のような爽やかな質感と上品な光沢を持ち、優しい風合いが魅力です。襖やバッグ、日傘などに利用されています。 The next station is 桜木。次は憩いの広場、憩いの広場です。天竜浜名湖鉄道は掛川から新所原を結ぶ 67.7km のローカル線です。平成23年に天浜線全線が国の登録有形文化財になりました。沿線至る所に懐かしい風景がご覧になれます。 The next station is 憩いの広場。次は細谷、細谷です。鉄道線路と並行する左側の農道の一本道はサイクリストたちに田園滑走路と呼ばれ楽しまれています。 The next station is 間もなく細谷、細谷です。 Soon we will be arriving at 細谷。次は原の屋、原の屋です。お客様にご案内します。車内への危険物の持ち込みは禁止されています。また不審物を発見しましたら手を触れずに乗務員までお知らせください。旧国鉄二俣線開業当時の佇まいを今に残す原の屋駅は国の登録有形文化財となっています。木製の改札など懐かしい雰囲気をお楽しみいただけます。郷愁を誘うレトロな雰囲気の駅舎は桜木駅とともに映画やテレビのロケ地としてもたびたび登場します。 The next station is 原の屋。次は原田、原田です。この先原の屋川に架かる全長104メートルの原の屋川橋梁は国の登録有形文化財となっています。また原田駅から徒歩15分の鴨荘では桃山時代からの庄屋屋敷があり、菖蒲園では5月から6月にかけて1000種類100万本の花菖蒲をご覧いただけます。 The next station is 原田。次は十和田、十和田です。お客様にご案内します。この列車はワンマン運転です。お降りの際は切符、整理券、運賃を前の運賃箱にお入れの上、前のドアからお降りください。定期券は乗務員にお見せください。また整理券は丸めたり折り曲げたりしないようお願いします。両替されるお客様は前の両替機をご利用ください。この先の森町は遠州の小京都と言われ、数多くの寺、神社が花巡りで紹介されます。春は奥に神社の桜から始まり、
花城区、極楽寺のアジサイ、高照寺の桔梗、蓮華寺の萩、奥義神社の紅葉まで、季節の移り変わりがお楽しみいただけます。 The next station is Powhata。 ご乗車ありがとうございます。次は遠州森、遠州森です。お降りの際はお忘れ物なさいませんようご注意ください。遠州森駅ではレンタサイクルの取り扱いもしていますのでご利用ください。なお昭和10年に建設された駅舎とプラットフォームは国の登録有形文化財になっています。 The next station is 遠州森。次は東東海一の宮、東東海一の宮です。1400年余りの歴史を持つ奥義神社は、大きな杉やヒノキの茂る古代の森で、大黒様の名で親しまれる大国主の御事がお祭りされています。なお郷愁を感じさせる木造の東東海一の宮の駅舎は国の登録有形文化財になっています。 The next station is 東東海一の宮。次は敷地、敷地です。お客様にご案内します。この列車はワンマン運転です。お降りの際は切符、整理券、運賃を前の運賃箱にお入れの上、前のドアからお降りください。定期券は乗務員にお見せください。また整理券は丸めたり折り曲げたりしないようお願いします。両替されるお客様は前の両替機をご利用ください。この辺りは柿の産地で、正月用の転柿でも知られ、初冬の柿すだれは風物詩の一つです。また奇岩がそびえる獅子ヶ原公園は太平洋まで眺められるハイキングコースになっています。 The next station is 敷地。次は豊岡、豊岡です。お客様にご案内します。車内への危険物の持ち込みは禁止されています。また不審物を発見しましたら手を触れずに乗務員までお知らせください。豊岡駅より徒歩10分、豊岡梅園があります。約4万坪の園内におよそ4000本の花の咲く頃は花見のお客様でにぎわいます。 The next station is 豊岡。ご乗車ありがとうございます。次は天竜二俣、天竜二俣です。お降りの際はお忘れ物なさいませんようご注意ください。天竜二俣駅では国の登録有形文化財である電車台、扇形車庫、貯水槽など貴重な鉄道遺産をめぐる電車台見学を実施しています。秋の福美術館に行かれるお客様はここでお降りください。またこちらでは周辺観光に便利な電車サイクルの取り扱いもしていますので、ぜひご利用ください。 The next station is 天竜二俣。次は西鹿島、西鹿島です。遠州鉄道線浜北、新浜松方面はお乗り換えです。お降りの際は切符、整理券、運賃を前の運賃箱にお入れの上、前のドアからお降りください。連絡切符、定期券は乗務員にお見せください。天竜川は長野県の諏訪湖からおよそ 220km、 遠州灘、太平洋に注いでいます。夏には天竜川の河川敷で鹿島の花火大会が開催されます。また国の登録有形文化財である天竜川橋梁は403メートルと
天浜線で一番長く、列車で通過する際、眼下に天竜川の絶景を一望でき、鉄橋上を列車が走る景観は沿線でも有数の撮影ポイントです。 The next station is Nishikajima. Please change here for the Enshu Railway Line and Hamakita Shin Hamamatsu area. 次は岩水寺。岩水寺です。お客様にお願いです。車内は禁煙です。携帯電話の通話はご遠慮願います。混雑時の手荷物は膝の上か網棚にお乗せください。乗車マナーを守り、快適な車内になりますようご協力お願いします。また駅の通路や踏切では警報器が鳴ったら渡らないでください。岩水寺は奈良時代、そう、行基により改ざんされました。安産、子育て、厄除け、開運で知られ、春は桜の名所になっています。岩水寺駅は待合所、プラットホームが国の登録有形文化財です。 The next station is 岩水寺。次は宮口。宮口です。宮口駅から徒歩3分の延命長寿で知られる光真寺の門前には、老舗の酒蔵花の前酒造があります。静岡県産の米にこだわったお酒は天竜二俣駅売店でもご用意しています。お土産にぜひご利用ください。美しい緑に囲まれた天然温泉荒玉の湯へ行かれるお客様は路線バスをご利用ください。なお、駅舎、プラットホーム、待合所はすべて国の登録有形文化財となっています。 The next station is 宮口。次はフルーツパーク。フルーツパークです。お客様にご案内します。この列車はワンマン運転です。降りの際は切符、整理券、運賃を前の運賃箱にお入れの上、前のドアからお降りください。定期券は乗務員にお見せください。また整理券は丸めたり折り曲げたりしないようお願いします。両替されるお客様は前の両替機をご利用ください。浜松フルーツパーク時の住処は人気の果物収穫体験に加え、ワイナリービアレストラン、フルーツ工房、手作り工房、水遊び空間、ふわふわマットをはじめとする魅力的なテーマパークです。そして夜は全国的に有名な御殿場高原時の住処のイルミネーションでロマンチックな時間を演出します。年齢性別を問わず、朝から夜まで楽しい時間をお過ごしいただけるフルーツのレジャーパークです。 The next station is Fruit Park. 次は宮古田。宮古田です。宮古田川に架かる宮古田川橋梁は昭和15年に作られた天浜線で一番高い鉄橋で、14.2 メートルの高さがあり、国の登録有形文化財となっています。天竜浜名湖鉄道は掛川から新所原を結ぶ 67.7 キロメートルのローカル線です。平成23年に天浜線全線が国の登録有形文化財になりました。沿線至る所に懐かしい風景がご覧になれます。The next station is 宮古田。ご乗車ありがとうございます。次は金指市。金指市です。お降りの際はお忘れ物なさいませんようご注意ください。金指駅周辺の観光施設をご案内します。徒歩10分の初山法輪寺は中国風の建築様式で、
仏殿方丈は国の重要文化財です。また東海一の規模を誇る鍾乳洞で有名な龍河寺堂、五百羅漢が迎えてくれる奥山方光寺、井伊家の菩提寺、龍山寺へ行かれるお客様は路線バスをご利用ください。なお金指駅プラットホームとその上屋および高架貯水槽は国の登録有形文化財です。 The next station is 金指。次は木賀、木賀です。お客様にご案内します。車内への危険物の持ち込みは禁止されています。また不審物を発見しましたら手を触れずに乗務員までお知らせください。姫街道の木賀の関所は徳川家康により設置されました。現在の関所は平成元年に再建されたものです。宮古田川の桜が満開の4月には当時の様子を再現した姫様道中が行われ、見事な時代絵巻をご覧になれます。木賀駅ではレンタサイクルの取り扱いもしていますのでご利用ください。なお昭和13年建設の全長90メートルの木賀町高架橋と木賀の駅舎並びにプラットホームとその上屋は国の登録有形文化財となっています。 The next station is 木賀。次は錦賀、錦賀です。お客様にお願いです。車内は禁煙です。携帯電話の通話はご遠慮願います。混雑時の手荷物は膝の上か網棚にお乗せください。乗車マナーを守り快適な車内になりますようご協力お願いします。また駅の通路や踏切では警報器が鳴ったら渡らないでください。昭和13年建設の錦賀の駅舎並びに待合所は国の登録有形文化財です。 The next station is 錦賀。次は寸座、寸座です。寸座の地名についてご案内します。1200年ほど前、征夷大将軍の坂の上の田村麻呂が旅の途中この峠を通りかかり、稲佐細江の湖の美しさにちょっと座って休んだという伝説から名付けられたと言われています。 The next station is 寸座。次は鈴木、鈴木です。昔外国から来た像を時の将軍に見せるため姫街道を旅したそうです。峠の厳しさに象も泣いたという象泣き坂があります。この話にちなみ鈴木駅には象の形をしたお手洗いがあります。このほか沿線にはみかんやうなぎ、牛の形をしたお手洗いもあります。 The next station is 鈴木。ご乗車ありがとうございます。次は三日日、三日日です。お降りの際はお忘れ物なさいませんようご注意ください。三日日の史跡をご案内します。鎌倉期の石組みの庭園が残る摩訶屋寺、豊臣秀吉に献上して喜ばれたという甘名古納豆の元祖大福寺、遠州織物発祥の産着ぬ神社などがあります。三日日駅ではレンタサイクルの取り扱いもしていますのでご利用ください。なお三日日の駅舎は国の登録有形文化財となっており、昭和11年建築当時の面影を今も残す貴重な建物です。 The next station is 三日日。次は奥浜名湖、奥浜名湖です。井の花湖を望む
小高い丘を尾名の峰と言います。2月中旬頃より黄色い細い花びらをつける万作の花で知られています。三ヶ日自慢のみかんの花は5月に咲き、秋にはみかん狩りもお楽しみいただけます。 The next station is 奥浜名湖。次は大森。大森です。お客様にご案内します。車内への危険物の持ち込みは禁止されています。また不審物を発見しましたら手を触れずに乗務員までお知らせください。大森駅より徒歩15分で常磐万作の群生地があります。4月中旬になると神座川沿いは薄い黄色を帯びた白色の花が一斉に咲き誇り、霞がかかったように美しくご覧になれます。 The next station is 大森。今日も天竜浜名湖鉄道をご利用いただきましてありがとうございました。次は終点新所原です。 JR 東海道線はお乗り換えです。終点の新所原では車内での運賃精算はしませんので、切符、運賃、整理券は駅員にお渡しください。連絡切符、定期券は駅員にお見せください。ご乗車ありがとうございました。 The next station is the final stop 新所原。 Please change here for the JR 東海道 line.